どうもクローバーズタメダテです。2023年7月7日、今回僕が劇場に足を運んで見てきた映画はこちら、交換嘘日記。ストーリーはというと、もう本当に王道青春映画、青春恋愛映画、パンフレットに書かれているキャッチコピーとか読むと、突然届いたラブレター、でもそれは親友宛てだった、嘘から始まる本当の恋。この作品を見るきっかけというのが、この交換嘘日記、原作小説があって漫画化されたのかな。とりあえず、うちの奥さんが漫画が好きで、で、この作品映画化されてるっていうのを聞いて、ずっとなんか見てみたいって言ってたので、一緒に見に行ったんですけど、原作を知ってるうちの奥さんが、面白かったっていうので、この原作を読んだ人、読んでない人でも、楽しめる映画なんじゃないかなと思いました。どちらかというと王道恋愛映画というよりも、恋愛ミステリー、青春恋愛ミステリーのようなちょっと謎解きの要素がある、それでそのおかげで楽しめたんじゃないかなと思います。この恋愛だけをテーマにすると、もう僕のようなおじさんは見ててこう照れちゃうというか、ちょっと恥ずかしくなってしまったりするんですけど、この映画に関しては展開どうなるんだろうとか、この、秘密はどうやって暴かれるんだろうとか、それを楽しむことができたんですね。で、例えばこの主人公が、ストーリーで言うと、主人公の男の子は、自分の好きな女の子に、手紙を書いている。でも、それが、実はやりとりしてるのは、別の女の子だったっていう展開なんですけど、好きな子に手紙を、好きな子と交換日記をするという意味では正解だったんですけど、言っていいのかな。どこで、この男の子が、そこに気がつくのかっていうポイントとか、見てるように、これって気づいたんじゃないのって思うワンシーンがあるんですよ。でも、そこで、謎解きというか、ネタバレというか、君だろうとかっていうことはしないんですよ。なんでってモヤモヤしてたら、結局ラストに、そういう理由でってなるんですよ。ちょっとうまく推理物というか謎解き物に関してはネタバレあまりしたくないなと思うので触れないんですけど、原作を知っている人も知らない人も楽しめる映画だった。恋愛映画が苦手なおじさんでも楽しめる作品でした。見るときにちょっと注意してほしいのが、このヒロイン、桜田ひよりさん。彼女が、実はおそ松さん。彼女、おそ松さんでチビタを演じてたんですよ。坊主頭の男の子役。で、それが、めちゃくちゃハマってたんですよ。だから、僕の頭の中で、桜田ひよりさん、このスクリーンで、この女子高生、恋に悩める女子高生演じていても、チビタじゃんって、思っちゃうと、もうそのインパクトが強すぎて、だから髪が長くて、女子高生らしくしてても、もう、ちびただってなっちゃうので、入り込めない。だから、もし、おそ松さんを見てしまった方は、僕と同じように、ちょっと入り込めない可能性があります。交換嘘日記を見るのでしたら、おそ松さんを見ないで、参加した方がいいんじゃないかなと思います。劇場に入るときにスタッフの方からおまけがもらえて、これなんですけど、中身何かというと、ポラロイド写真の、もらうことができます。全何種類かあると思うので、映画気に入った方は何回か通うとコンプリートできるんじゃないかなと思ったりします。総括というかまとめて言うと、本当に、胸がドキドキしてワクワクして自分の学生時代を思い出してキュンとしたというような作品ではないんですけど、本当に恋愛ミステリーとしては楽しめたという。だからそのおじさんでも楽しめるし、原作を知ってるうちの奥さんも楽しめたし、もう多分若い子は純粋もっと楽しめるんじゃないかなと思いました。嘘から始まったこの切ない片思いの行方は、気になる方はぜひ劇場に足を運んで、まだやってるかな、やってると思うのでぜひご覧になってください。こういうミステリー要素のある、謎解き要素のある作品でレビューしにくいんですよ。やっぱり
実はこうこうこういう流れでこうだったんですよとかっていう、このラストのオチ、実はこのシーンでこんな伏線があったんですよっていう、これ言いたいんですけど、やっぱそのこれから劇場楽しむ人のために、今回はネタバレなしでもう短いレビューで終わりたいと思います。ではまた。